わしの名はアリストテレス、万略の祖と呼ばれておる。今回は通信に不可欠な半導体による信号処理の研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学情報学部情報学科、山地隆文教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。多くの人が高画質の動画を利用しようとすると、大量のデータを多くの人が同時にいろんな違うデータを利用することになります。でそうするとハードウェアも、大量のデータを扱うために、早く動かなきゃいけないんですけど、早く動かすためには2つ方法があって、トランジスタそのものが早く動くこと、それと1つの機械だけじゃなくて2つ3つと機械を並べてそれらを同時に動かして見かけの上で早く動いているように見せる方法があります。複数の機械を使うとどうしてもそれぞれが誤差を持ってしまうんですけれども、信号処理によって1つのものすごく速い機械が動いているのと同じに見せるための研究をしています。ふむふむ、具体的にはどんなことに取り組んでおるんじゃ。誤差を、取り除く調整をすること、英語でキャリブレーションって言います。キャリブレーションには、2つ種類があります。ブラスバンドとかオーケストラを思い浮かべていただくといいんですけど、最初にその演奏する人が集まったら音合わせってやると思います。調整するぞって言ってみんなが調整してるって分かるような状況で調整するのをフォアグラウンドキャリブレーションって言います。一方で遠足の時に誰かがバスの中で歌い出して周りの人がそれに合わせて歌っていくというような時は音合わせなんてしないと思うんですけど、でもみんながなんとなく合わせて歌っていく、調整するぞっていうタイミングを作るんじゃなくてやりながらなんとなく合っていく、そういう調整の仕方をバックグラウンドキャリブレーションって言います。バックグラウンドキャリブレーションでいろんなことをうまく、動くようにしたい、そういうことを研究しています。半導体って写真を撮る、で写真をたくさん印刷するようなやり方をします。だからすごく似たものができるんですけど微妙にちょっとずつ違ってきます。そのちょっとした違いを出てきた信号から想像するんです。想像した結果出てきた違いを打ち消すようなことをやっていきます。まるで一つの高速な回路が動いているように動かそうと思っています。山地教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。半導体のことから始めたんですけれども、無線の応用を考えていこうと思っています。MIMO と書いて、MIMO って言うんですけれども、家庭用の無線 LAN なんかでも使われています。アンテナがたくさん立ってるような無線 LAN の機械を見たことはある方多いんじゃないかと思います。たくさん使うのでやっぱりコピーがちょっとずつずれたものができちゃいます。そういうものを使った時に現状は調整をするから静かにしてねっていう仕組みが必要なんですけど、そういうことをやらないで使っているうちに勝手に調整してしまう、で調整してしまうことができればそれだけたくさんのデータを使うことができるということになります。仕組みとしてはみんなちょっと電波出さないで静かにしてねっていうタイミングを作って調整をしているそうです。そういう調整の時間がいらないように変えていこうと思ってます。最初は無線 LAN を使うんじゃなくて放送の電波を利用したり人工衛星の電波を利用したりしてたくさんのアンテナがあった時の信号処理っていうのを、実験していこうと思っています。パラボラアンテナを人工衛星との通信っていうと思い浮かべられると思います。機械で大きなアンテナを回しながら人工衛星が動いていくのに合わせて大きなアンテナを動かす必要があるんですけど、その仕組みじゃなくってたくさんの太陽電池のようなちっちゃいアンテナを並べておいてその信号処理によって一つの大きなアンテナが働いているような仕組みで通信をやろうということを考えています。仕組みとしては一緒で、人工衛星が来たから人工衛星の電波が届いてきたから静かにしてねじゃなくてなんかやって人工衛星の電波が来たら特に誰かがこう時間を取るんじゃなくて通信をしながらだんだん合わせ込んでいくっていうことを考えています。崇城大学情報学部情報学科の活躍がますます楽しみじゃ。